まあ、今までその不走の車、まあ、燃費エンジンそのものの、まあ、耐久性だったりとか力強さだったりとかエンジン、それから、まあ、スタイリング関係、そういったところが非常にそのお客様から好評いただいてるんですけれども、まあ、逆にですね、あの重量関係あまり、不走の場合は強くないと。その辺のいいところはそのまま、今回キープした上で、あるいはさらに伸ばした上で、今まで、弱点と言われているようなところを、他社に対して、凌駕するっていう、そういうところを、目標に開発を進めてます。セーフティー、エフィシエンシー、それからコンフォート&ユーザビリティ、この3つを大きな柱というふうに捉えています。まあ、今回その AMT100% 化っていうのを進めるにあたりまして、この3つとの関係が非常に大きいんですね。その AMT100% にすることによって、先ほどの3つの柱をですね、飛躍的にその向上させることができる。逆に言ったら AMT でなければその3つをですね、同時に全てのいいレベルまで持っていくということができなかったですね。将来的にはやはり我々はもう他社さんも含めていずれもう AMT100% に移行していくんだと思ってます。まあ、それの先陣を切るっていうような、そういった意味合いもあります。今回エンジンをですね、まあ、12リッターのエンジンっていうのをやめまして、 10.7 リッタークラスのエンジン以下にの小さいそのダウンサイジングのエンジンというのにしてます。お客様が心配するのはもちろんなんですけども、我々のセールスもですね、最初はやっぱりかなり心配してましたね。だけれども、まあ 10.7 リッターのエンジンでですね、まあ、12リッター並みの性能を出せるということを、示しまして、で実際に、車プロタイプにして組んで乗ってもらったところを、もうこれなら全然問題ないねというようなところを納得してもらったっていうようなことがあったりしましたね。あの 7.7 リッターのエンジンを入れるってかなりの大きな決断だったというふうに思ってます。そういった意味でですね、今までの常識っていうのをその破っていくっていうところから、今回のそのプロジェクト、あるいは新しい製品っていうのが開発できていると思います。最近のトレンドとしてはセーフティーっていうのが一番重要じゃないかと思いますね。ある程度のセーフティーデバイスっていうのは法律でも、もう要求されるものっていうのはあるんですね。まあ、我々が求めるセーフティーっていうのは、それをもう一つ上に行ったレベルを開発しようということで、2年後に要求されるレベルのその法規要件というのをすでにもう達成していると。法律で要求されるレベルだけではなくて、もっと上のレベルっていうのを目指しています。燃費はですね、今でもまあ他社さんに対して、一歩先を行ってるというふうに自負しているんですけども、そのメリットは絶対に崩しちゃいけない。だから他社さんも追いかけて、燃費を良くしてくるはずなんですけれども、それをさらにもう一つ我々は上を行くというで、燃費はまずとにかく、妥協しないでいいものを狙っていくと。3種類の使用レベルっていうのを設定してます。エコ、プロ、プレミアムと。で、従来これはなかった、我々の会社になかった使用手法なんですけれども、要求するお客様のレベルに合わせて適正なそういった仕様を設定する。そのコンフォートには気を使わなくて、とにかく値段が安い方がいいとおっしゃるお客様には法規対応だけのですね、そういったレベルの車というのも設定しています。2番目のプロっていうのは、安全装備は全て盛り込んだもので、さらに、まあ、ドライバーさんのですね、快適性というものを求めるオーナーさんに対しては、プレミアム仕様というふうに3つのですね、大きな、仕様の設定っていうのをしています。今回のスーパーグレートっていうのがですね、今までよりも1世代完全にもう前を行ってるような自信を持ってますので、でそういった意味でですね、今回のスーパーグレート、お客様によく見ていただいて、
それでまあ実際に乗っていただいて、でそうしていただければもう絶対に納得していただけるというふうに確信しておりますので、まず乗ってみていただくということが我々としての要望です。